はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はデュエルリンクスニュースのお時間でございまして、ジャンプフェスタの2022に、新情報がですねいくつか実装されておりまして、まあ、こちらをねまとめてきたので皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思っております。まず新情報その1なんですが、公式放送 のリンクはね、引用元は概要欄に貼ってありますんで、よかったら見てください。で、まずはこちら、グローバル配信5周年記念キャンペーン、死者蘇生が実装されます。死者蘇生いいですかね、もらって。もうこれどうやらリミット1で、配布、全員に配布されるらしいです。まあ要するにこれからはどんなデッキからでも死者蘇生が飛んでくる可能性があるということを念頭に置いてデュエルしなければならないということですね。まあ注意点としてはリミット1らしいので、どうやらなんで、あれですわ、目覚めの戦列とかが入ってる、まあ、ブルーアイズデッキとか、あとライトロードデッキとか、サンドラデッキとか、リミット1使うデッキはね、ちょっとこのカード採用しづらくなるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、それ以外のデッキであれば、このカードはまあ、脳死でぶっ込んでいいカードだと思いますんで、まあ、非常に強力なカードになってくるかなと思います。死者蘇生はまあ、なんだろう、相性がいいテーマとかっていうのはなんかそんなになんか思いつかなくて、なんか全部に相性いいんで、相手のモンストパクれますから、要は例えば相手のなんか墓地にあるブルーアイズパクって自分で作ってぶん殴るみたいなこともできますんでね、はい、これは非常に楽しみであると。環境ちょっと変わるかもしれません、わかりませんが。で、デュエルフィールドプロテクターがまた実装になりますよ。ありがとうございます。で、UR、SR チケット合計8枚、いや太っ腹ですね。さすがドリーム UR チケットとドリーム SR チケットも入ってますんで、ドリームっていうのはパックのカードを好きなカードと交換できるよっていう、まあ、そういうチケットなんで、まあ、ここはね皆さんゲットしていただいて、まあ、まだ持ってないね SR、UR を、まあ、ゲットしていただければと思います。で、スキル、新しいスキルが実装になると、ディスティニードロー死者蘇生、内容はちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、2000払支払ってっていうか2000減った後に死者蘇生をドローするっていうスキルだとディスティニードローの介護官になっちゃうんで、まあ、それはないと思うんで、まあそうですね、まあ例えば1500、減ったら死者蘇生をドローするとか、あとそれからなんだ、デッキ外から死者蘇生を、まあ、ドローするとか、まあ、そういう感じのスキルになるのかもしれませんね。で、一個言いたいのは、遊戯さんのスキルだと思うんです、多分遊戯さんのスキル増えすぎなんで、マジでデッキ枠ないっていうのと、あと遊戯に会った時に相手のデッキ全然分かんなくて対策取りにくいっていうのがありますんで、遊戯さんのデッキ枠を増やしていただくとともに、なんかもうちょっと強いスキルを遊戯さん以外にも実装していただけると嬉しいです。はい、っていうことだけ言っておきます。で、あとは1000ジェム、はい、ありがとうございます。で、スキルチケットありがとうございますという感じですね。で、新情報その2なんですが、新情報その2、ストラクチャーデッキ EX 超魔導の剣士、2022年1月の12日水曜日発売ということで、やーべえストラクチャーがね、実装になるらしい。はい、ブラマジ強化読んでたよ、俺読んでいた。ちなみになんだけど、ちょっと関係ない話なんだけど、ブラックマジシャン強化来るんじゃないと思って、ブラックマジシャン強化パーツ解説動画みたいなやつを編集していたんですよ。そこでこの情報来たんで、嬉しかったですね。まあ動画が無駄にならなくてよかったなと思ってるんですけど、まあこれはまた別の動画で出しておこうかなと思います。早速ね、まあ4枚一応見えてるんですが、これ以外にも来るかもしれないんで、まあ新カードのね、情報を見ていきましょう。まあストラクチャーだけじゃなくて、多分1月の1日に元旦でボックスが来るんですけど、おそらくね、まあそこで、またブラックマシン新規とかのカードが実装されると思うんで、まあメインボックスとストラクチャーは多分ある程度関連してるかなと思いますんで、はい、新カードの情報をね早速見ていこうかなと思いますが、まずは束ねられし力、これですね、効果読んでいきましょう。1番と2番の効果ありまして、1番目、自分が、ブルーアイズかブラックマジシャンを使用した儀式または融合に成功した場合、相手の、バカ墓地のカード1枚を除外できる、対象に取ります。一応で2番目、魔法トラップゾーンの表が表示のこのカードを墓地送って、自分の墓地のレベル7以上の通常モンスターを回収するかデッキに戻すと。まあ、ブラックマジシャンとかブルーアイズをまあ意識してデザインされているカードかなと思うんですが、これ結構最近のカードなんですよね。確か去年末くらいに実装されたカードだったと思います。はい、でこれ、ポイントはまあ永続魔法であるということですね。まあ、一応その、
まあ何度も何度も繰り返せば、融合召喚とか実施召喚を繰り返せば、まあアドバンテージは稼いでいけるカードではあるんですけれども、まあちょっと若干ですね、なんだろう、使いづらいカードというか、まあそんなになんか脳死で入れていいカードではないかなという感じなんですけども、あの進化した最強ドラゴンのスキルとかとは結構相性がいいかなと思ってて、まあブルーアイズって結構融合するのが安定するんですよね、スキルで。なんでまあその新しい、このカードは進化性眼とかだったら、まあ1枚くらい差しといて、まあ、上振り札として使うっていうのは、まあ、ありなんじゃないかなとは思いますね。はい。まあ、因果切断とかの方が強いみたいな話はあるけどね。どう考えてもね。で、ブラックマジシャンだと、ちょっと難しくて、儀式とか、融合召喚、するのが、まあ、若干安定しないっていうのはあるんで、まあ、サーチもなんかちょっと乏しいですし。なんで、まあ、ブラックマジシャンであれば、まあ、ティマイオスのマナコとかが一番早いかなと思いますね。まあ、儀式一応、マジシャンオブカオスとか、出せるとめちゃくちゃやばいことが起きて、例えば、束ねられし力が発動されていて、で魔導陣が発動されている状態でマジシャンオブカオスを出せると、相手のカードを1枚破壊して2枚除外するっていう、なんかかなりやばいことが起きるんですよ。なんで、まあ、そういうコンボは一応やってみたいなとは思いますけれども、ただ永続魔法なんて若干邪魔っていうのもありますしね、うん、なので、まあ、一応回収する効果を使えば、どかすことはできるんですけれども、まあそんなにね、なんか脳死でいいカード、脳死で入れていいカードじゃないと思うんで、使い勝手そこまでかなとは思いますね。強力なカードではあるんですけれども、まあ、どっちかというとロマン寄りなカードであるというふうに思っております。で、2枚目の新規、対峙する宿命。これもね、まあ、もちろん強いんですけどね、このカード名のカードは一旦一度しか使用できない、1枚しか使用できない、発動できないか。自分のフィールドに聖眼かブラックマジシャンが存在する場合、相手のフィールドの全ての表側表示モンスターの効果は、ターン終了時まで無効化されると。ウィッチクラフトマスターベールみたいな、あんな感じのイメージですかね。表側のカードを対象に取らずに、無効にできるよ、みたいなね、効果になってます。で、発動条件がね、ちょっと、大変なんですけど、まあ、一応対象に取らない、無効化であるという点が、まあ、非常に強力な点であると。発動条件が、まあ、ブルーアイズとかブラックマジシャンが存在しないといけないんで、まあ、ちょっとですね、まあ、ブラックマジシャンでいけると微妙かな。先行で、ブラックマジシャン、あんまり出せないんで、なんで、まあ、聖眼デッキであれば結構相性はいいと思います。ブラマジよりかは聖眼とかに入るかなと。まあ、先行でね、調和の放殺とか、ぶちかまして、で、対峙する宿命を引き込んで、で、宿命セットしといて、で、ブルーアイズがいるみたいな状態だと、まあ、結構強いと思うんで、まあ、あれですけど、ただ、これ発動条件があるカードっていうのは、要は発動条件の方のカードを対処されてしまうと、やっぱ腐ってしまうと。汎用的に使える因果切断であるとか、神の摂理、それからまあ、狡猾の年穴とか、天罰とかね、ホーリーライフバリアとか、ああいう太古の主題書を切ってね、なんか使えるようなカードを抜いて、このカードを入れるかと言われるとかなり微妙で、しかも、これ相手のカードを除去してはくんないんですよ。無効化するだけなんで。だからね、正直ね、入れる枠あるかと言われると微妙な気はする。まあ、どっちかというとね、ロマン寄りのね、構築になっちゃうような気はするんだよね。で、一応このカードの、まあ、いいところを言っておくと、ロットとか、あとビンゴマシン55とかでサーチ一応できるんですよ。ブラックマジシャンで書いてあるんで、まあ、ロットでこのカード持ってくることも一応できますし、あとブラックマジシャンね、ブルーアイズであればビンゴマシン55で、まあ、三積みするかどうか微妙だけどね、これ、このカード。一応ビンゴマシン55でこのカードをサーチすることも一応間接的にはできるんで、まあ悪くはないとは思いますけど、ただ何回も言ってるように既存構築に脳死で入れられるようなカードじゃないんじゃないかなというふうには思ってますね。まあ、サーチができるとはいえ、まあ、汎用魔法罠の方が基本的な使い勝手はいいとは思う、俺は。はい、新情報は以上でございます。ブラマジ強化パーツのね、解説動画はまた別動画で出そうと思ってますんで、そっちお楽しみにしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。